じゃあこんにちは。大変なことになった。ユダさん、これはちょっと今大問題というか大変な事情が出てきましたよ。まあでも問題って言えばさ、はい、問題なんだけど、はい、これまあ仕方ないっちゃ仕方ないし、はい、でもミスって言えばミスなんだよね。そうなんです。これ DNA のちょっと、うん、あのね、上のミスっていうのが、記事に出まして、まあ入ってこれないというね。そうなんです。日本に外国人選手10人全員がもう開幕に間に合わないことがもうちょっとほぼ決定的になっていると、うん、まあ、あの各球団は11月に結構外国人の在留のその資格の、 あの取ってたりとか手続きとかしてたみたいなんですけども、ね、DNA が12月になって11月までに取ればよかったんだろ。そうなんです。特にその2年目以降の選手に関してはですね、で12月にもうその在留の資格の今凍結になってしまっているんで、ね、コロナの影響で。なので、まあ、巨人でしたらね、もうあの2年目以降の選手入ってきてますから、外国人、まあ、ウィラーとかな。そうです、そうです。いや、ウィラーなんかもう元気でヘッドスライディングしてて、もう元気でやってます。若いなとか言われてて若いというかハッスルボーイだしね。そうですよね、うん、で、あの広島のさ、はい、クローン、はい、なんていうのは2試合連発なんか日本の野球に慣れてきてるよね、多少ね。こんな打ってるし、ね、練習でもうどん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 開幕に向けてもう調子上げてきてますけれども、そんな中 DeNA 一人も入れない。これ苦しいぞ。いや、そうなんです。ただそのね、今年例えば注目のロメロ投手だったりとかはまだそのね、あれですよね、日本でやってないから、まあ日本でやってないからさ、うん、だから計算立つとか立たないとかいうよりも、はい、まだ姿を見てないわけだから、はい、まあちょっと分かんないんだけど、うん、だけど外オースティン、はい、これはやっぱクリーンナップを計算してるし、ホームラン王争いをする2人だよね、はい、で横浜スタジアムだと特にどういう野球をやらなきゃいけないかというとさ、やっぱ球場が狭いだけにやっぱホームランバッターを揃えたいんだよね、はい、でホームランで点を取るという、うん、そういう野球が全くできなくなるというね。そうですよね、うん、ここは、はい、まあ球団攻めてもしょうがないよ、もうこれは。もうそうですね、どうにも言わない。だから読みが甘かったというだけでさ、はい、まあ例えばね、コロナがまたこんなになって、はい、あの緊急事態宣言になるとか、うん、そういうことも予想も あまりつかないような状況でね、はい、だからこれ球団攻めてもしょうがないから、これはもう監督の腕の見せ所だよね。そうですよね。ただそのね、計算できるソト、オースティン、そしてエスコバーもういないんですよ。いないんだよ。どう、エスコバ投手もですよ。もうエスコバなんかもう誰かにひげ生やしてもう左の横を作りゃいいね。お前はエスコバだなんて洗脳していくという。洗脳していくという。まあそのぐらいしかないんだけどさ。いや、だけど、はい、それは大きな痛手だよ。で、はい、野球が全く変わる。だ、もし本来この選手たちがいた場合の、うん、そのじゃ開幕のオーダーといなかった場合のオーダーでも全く違ってくるじゃないですか。いや、それは全然違うよね。だってクリーンアップが違うもん。そうですね、もしいた場合だと豊さんだったら、いや、クリーンアップだったら、はい、オースティン、うん、佐野、ソト、はい、で組むよね、はい、でいない場合だと牧、佐野、宮崎か、はい、もうとにかく打てる人間をもう上位に持っていく、はい、しかない、うん、だけど野球が全く変わるからさ、まあ、例えば用意ドンでスタートしました、はい、腕組んで見てりゃいいわけだから、あの外国人がいる時はですね、まあ、ある程度までね、はい、接戦になった時に戦略戦術っていうのはいるけども、うん、まあ最初はこうじーっと見てて点が取れる取れないっていうのを観察しておけばいい、はい、うん、でも取れないと思えばやっぱ小技に行ったりだとかしなきゃいけないんだけど、はい、鼻からいないってなるとさ、はい、これはやっぱもう1点の積み重ねしかないよね。ということは細かい作業が増えてくると、まあ、例えばバントだとか、はい、でも一つアウトをやったとしてもさ、はい、向こうが楽だなと思うとやっぱエンドランに切り徹底したエンドランを行くとかさ、はい、まあ盗塁行くとかさ、うん、だからスタートのメンバーがもう全然変わってくるよね。だから長打が打てないんだったらもう走塁でカバーするしかなくなる、うん、だから1本のヒットで1点を取るような野球をやっていかないとこれ勝ち目ないよ。ただ去年豊さんが DeNA に関して言ってたのは、その走塁という意味ですごく少ないと、 DeNA はまあ取れるメンバーがいないしね、はい、ってなると、うん、これどういうふうにもうここから徹底してっていう、だから、まあ、例えばオースティン外がいる場合のオーダーと
いない場合のオーダーは、はい、やっぱレギュラーも変わってくるということだよね。あ、その代わりに誰かそこに入ってくる、ね、いやだからもう足を使いたいんだったら足の速い選手をずらっと並べるとかさ。あ、もう逆にそういうことになってますね。大体宮崎と牧と佐野は足使えないんだよ、はいはい、あとは足の使える人間をで固めるとかさ、はいはい、そうしていかないとやっぱ1本のヒット1つのフォアボールで1点を取るような野球を目指さないとこれは苦しいと思うよ。で、はい、外とオースティンが入ってくればね、はい、またメンバーを入れ替えるとしても、うん、それはやっぱりね苦しい。しかもいつ入ってくれるか全く今目処が立ってないですからね。これもう潜水艦かなんかで入ってきたらどうだよ。そう、横須賀ビップタイムになっちゃいますけどね。で、あとエスコバー投手いないんですけれども、これに関してはそこまで心配はどうなんですか。いやーでもね、はい、やっぱ左の160キロ近いあの球を投げる、はい、まあ言っても中継ぎだけどね、はい、中継ぎだけどやっぱり必要な選手ではあるよね、うん、タフだし、うん、だけどそこら辺は、はい、まあなんとか補えるかなっていうふうに思ってるんだけど、まだ打線はねこの2人っていうのは、はい、うん、なんか家を建てるときに4本柱じゃない、大体、はい、大体4本の柱でしょ。あの車も4本のタイヤで走ったりとかするんだけど2本ないみたいな状態だ。もうちょっとガタとか危ないですよね。いや危ないんじゃない、走れないでしょ家建たないでしょお前それで建てたら大変な、お前欠陥住宅になっちゃうよ。でももうそれで建てるしか今ないんですよね。ですよね。だから仮でね、仮で建てる。仮で今で、だからタイヤで言えばスペアタイヤで。スペアタイヤで何とか思って。かっこ悪いよ。スペア細いからね。そうですよね。うん、スペアタイヤで高速とかしたら怖いですよ。怖いよ。でも走れないことはないだ。いやもちろんです。もちろんです。ということは、はい、横浜もそれは戦えないことはないんだよ。はい。なんとか絞り出せっていう。そうです。ここら辺がやっぱりね、首脳陣とか監督の力量を見極めるために、はい、ちょうどいいと思わないと。今年就任したばかりの三浦監督なんですけれども、そのあたりもでも野球やってたんだろうみたいな。もちろんそうもちろんそうなんですけどね。そしたら、はい、いろんな知恵があるはずなんだよ、はい、だからそれを、うん、知恵を見るためにすごく俺は楽しみにしてる。あ、逆、もう逆にってことですよね、うん、そこは楽しみ。大体さ、世間の目はさ、はい、あ、それだと横浜苦しいねと、うん、DeNA 苦しいねと、はい、それは境になってもこれは仕方ないっていう、うん、同情票はもう集めてるわけだからさ。まあそうですね、その間では。はい、そしたら、うん、あとは一つ目でも順位を上げればさ、はい、それが評価になるわけだ、はい、そしたら、あ、これは得だぞみたいな、揃ってて優勝候補みたいな上げられたら、いやいやちょっと待ってみたいな、うん、俺新監督だしみたいなそうですね、ちょっと待ってみたいになるけど、はい、これはもう同情票は集まってるわけよ。そうですよね、うん、もう最下位だみたいな、これ仕方ないよ、大輔頑張れよみたいな、うん、ね。だけどこれからやっぱやっていかないと。でもその勝負事って人でやるんじゃないんだよね、はい、1人の人、2人の人、そういうのでやるスポーツじゃない、はい、やっぱ結束なんだよ、うん、チームワークなんだよ、はい、でこれをどういうふうにやるか、うん、まあ、例えば 3万の兵に5千で戦って勝った例だってあるわけだ。だからいないから負けるなんていうことはありえない、勝負で。そんなこと言っちゃダメだよ。まあそうですね、勝負って俺は期待してる、逆に。あ、じゃあ、うん、この外国人選手たちが戻ってくるまでの間、うん、DeNA はどの位置にいればいいんですか。これは最高5割だな。5割、これ貯金でもしてたら俺大輔にチューしちゃう。コロナの中で嫌がると思いますけど、ということはですよ、やっぱ3、4位あたりにつけていれば、うん、勝負になる。そこ以下だとやっぱ巻き返すのが厳しくなる。いや俺はそこ以下だと思うよ。だから大体5割っていうふうに考えてるけど、はい、でも5割っていうのは、うん、やっぱ苦しいかなとは思うけど、はい、でも5割付近でいてほしいよね。そしたら帰ってきた時には、はい、やっぱチームにも勇気を与えてくれる3人だしさ、はい、でまあ新外国人のロメロが活躍してくれれば、ね、はい、これはねグッと行く可能性もある。そうですね、うん、これ外オースティンエスコバーに関してはもう日本の野球を知っているので、
どのぐらいで、まあ、2週間隔離がありますけれども、まあ練習も調整もしてるだろうし、はい、だからそういった面ではやっぱあとは慣れだよね。すぐ行けそうですか、2週間後ちょっとしたらすぐもう2週間隔離あるんだろう。あります、あります。そこはそれ隔離なんとかならんか。ならお前が言っても、それは私は無理ですね無理だ、それも政府が決めることなので全員行政府に潜り込めよお前ちょっとの間でも行けそんな経験2週間いらないと。いや、いや、そうするとその2週間の間で隔離してもうすぐにスタメンでポンともう行けるの、行けるんですか。いや、もうそうやって慣らしていかないと。あとじゃあこの新あの戦力のロメロ投手、ロメロは、まあ、まだピッチャーでしょ、はい、でだあの打者ってやっぱ感覚っていうのがすごく必要 で、はい、でピッチャーっていうのは、うん、まあ、マウンドで投げられるじゃない、はい、まあ、実戦っていうこともあるけども、うん、でもマウンドに上がって投げる分には投げれると思うんだよね、うん、で感覚がないバッターって実戦に使ったらもう士気に影響するという、はい、なんかもうくちゃくちゃじゃないかっていうような感じで使うことはないとは思うけど、でもそれでも慣らしていかないとさ、はい、調子が上がってこないということもあるしね。だからすごく扱いは難しいとは思うけど、はい、1人や2人の選手でやるスポーツじゃないんだよ野球って、うん、スターがいるから勝てるっていうことでもないんだよ、うん、そこには戦略戦術っていうのがあって、だから俺はそこに期待をしてる。だからまあ、例えばクリーンアップをね、はい、組むときにオースティン、佐野、ソト、これで組もうとしてたのが2人いないという、うん、ね、そこを誰を持ってきてどういうふうな作戦を立て戦っていくのかっていうのを逆に楽しみにしてほしいと思う。そうですね。でそこでカチッと結束力が高まって、ね、そのいない中でいい位置に行ければ、うん、戻ってきたときにさらに上の戦力こう行くってことですもんね。そうだから見た目でね判断しない、はい、ね、見た目で、うん、いくらオンボロの車でも F1 カーに勝つかも分かんない。これは燃費が食うから、燃費食うから燃費ですよ、ね、だってこっちはだら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 あのなんだよリッター30キロとか走っちゃうんだから。そうです、持ちはいいですよ。リッターなんていうのお前何 100m ぐらいしか走んないね。途中で故障する場合もありますからね。故障したらもう最後お前メカニックが いるからさ。そうですよ、押すこともできない。そうこっちはもう軽自動車押すことできるから。いい方にいい方に考えていけば、いい方ポジティブに考えなきゃダメなんだよ。そうですよね、うん、であとはそのファンの方もその諦めずに、いやもううちのチームは最初はもう 和のね純国産で行くんだっていう気持ちで、もう行くしかないからね。はい、だからもうそれはしょうがない。だから若手にとってもチャンスだし。そうですよね。で俺はやっぱ足っていうのが一つのキーワードになってくると思うんだけど、はい、足の速い選手っていうのはやっぱ一つのチャンスだよね。そうですよね、自分をアピールしていく、うん、ね、だからまあ頑張ってほしいと思うけど、はい、あのまあ最初は苦しいと思うよ、うん、ね、だけどその選手その質でやるんじゃなくてやっぱチームの輪だとか、うん、それでやるもんだからさ、チームワークということで、はい、だから戦略戦術三浦監督楽しみにしてます、はい。